皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、続けるだけで信頼される無形財産を侮るなかれというテーマについてお話をしてみたいと思います。以前からですね、私、継続が結構大事ですよというお話は折に触れてよくしているんですけれども、もちろん私自身も継続っていうことは心がけてやってる部分は多いです。で、継続、できるかできないかって、結構ね、難しいっていう人には難しいんですよ。途中でやっぱり投げ出しちゃったりとか、で、それが重なると余計自分でやんない人だしできない人なんだっていうふうに思ってできなくなっちゃうケースとかあると思うんですけれども、例えば集客とかそういう段においても、継続力とかですね、いろいろ大事じゃないですか。何年続けてるかとか、同じことができてるかとかっていうのって。なので、その継続するだけで信頼されるというメカニズムとですね、その財産っていうのは、ポットでの人がどうやっても追いつけない超強力な無形財産なんですよ。だから、その偉大さをですね、今日はちょっと語ってみようかなっていう、事例を含めてですね、語ってみようかなっていうふうに思ってます。じゃあ本題に入りますね。この話を、するきっかけになったお話がですね、私、初めての、それこそコンサルをする前の、手前の、それから講座を受講していただく前の無料セッションってやってるんです。お互いに思ってる方向性が一緒かとかですね、私がつくことで、その方にメリットとか、欲しい未来を本当に与えられる、内容を私が伝えられるかどうか。人によっては合わないタイプの方もいらっしゃるし、お互いにですよ。そういう時は契約しない方がいいと思っているので、その状況を確認するために、大体ね、セッションするんですよ。で、最近のケースが多いのが、私がリブランディングの方を主に引き受けているっていう都合もあって、他のところで、それがいいとか悪いとかそういう意味ではなくて、で、他のコンサルタントの先生に着いた後、私のとこ来るとか、他の企業塾でやった後、私のところに来るとか、逆もあるでしょうけどね、私のところを卒業した方が他のところに行くっていうのもあるんでしょうけど、最近昔と違ってどうでしょうかね。企業塾とかコンサルの方とか、2、3箇所とか2、3人ぐらい経験する方は多いかな。内容によっては同時並行っていうケースもあるんでしょうけれどもね。で、その方たちが、じゃあ、例えば私のところに来るとするじゃないですか。それで、いろんな理由と事情があるんですよ。その方のステージが上がったから、そこでの学びじゃない内容を学びたくて、来てるとかですね。単純に、これまた結構ね、昔も残念だなって思ったんですけど、私、露出してるつもりなんですけど、それなりに。でも、やっぱね、探せない人には探せないんですよ。それを知ってたら習いたかったとか、相変わらずよく言われるんですけど、ついこの間、講座入会決まった方もですね、3日前ぐらいに、たまたま私の LINE が、その方の目に留まって、あと一席っていう時だったんですけどね。で、もう他のところを契約するかどうかっていう段階で、説明会も終わってっていう契約の段になっていたところで、私の内容を見て、で、私自身はもう3年とか4年前から知ってたらしいんですよ。で、その当時は高いと思って、半額ぐらいのところの方のところに行ってて、で、その方もステージもね、変わったんで、今の私が募集してる金額と
同じような金額の方のところに行くか行かないか迷ってた時に、ポロッと、まあ、それをね、流れていって、たまたま見て、で、説明会とかって、私やってなくって、基本個人面談でどうかっていう話が多いんですよ。で、その方は説明会受けてるんです、1個の。で、私とお話しして、最終的にどうするかを決めるんだけども、話してる最中に、私の方でお願いするっていうふうに話がまとまったんですけれどもね。で、これっていうのも、まあ、継続の一種で、つまり、私のことは、その方、5年とか前に知っているんですよ。本も読んでるし。だけれども、当時、私が募集してた講座は、その人の経済力にとっては高いという内容だったので、まあ、申し込まなかったという形で、でもやっぱりもう一回出会ってるんですよね。しかも、その時よりもまた私値段上がってるんですよ。の状態で出会ってるっていう感じで。で、それは私が継続をしているから、その方とも出会えてるっていう感じがあったんです。これまず一つ目なんですね。で、もう一つ目は、やはり同じようにですね、まあ本をきっかけに知ってくださる方が多いんですけど、本は3年前に読んでましたと。ね、これまた理由一緒です。その時にお願いしようと思って調べて、で、私の講座見て、金額が高いと思って、違うところに行きましたと。で、そこの自体の、学びは別に、それはそれですごくためになったんだけれども、まあ、その先生が、当時はね、コンサル業をやってたんですけど、まあ、その後コンサル業を辞めちゃって違うビジネスに転身してしまったみたいな形もあって、そのご自身がね、次にどうしていくかっていう時に、やっぱり昔習いたかった、もちろん内容もずっとだから読んでるわけですよ。本も見ていて、YouTube も見ていて、メルマガ読んでて、LINE も撮っててっていう状態で。で、いよいよ私にっていうところでね、お願いをするっていう形になった時に、その方が言ってたのが、当時やっぱり高いと思って、まあね、値段と価値って難しいですよね。よくよく見ると、やってる内容とか、得れる成果から考えると、そこまで高い内容じゃないんですけれどもね。まあ、金額だけ見ると確かに高く見えるのかもしれませんけれども。で、結局、回り道して、遠回りして、何もできてない自分がいると。で、結局、その時に習ってれば、もしかしたら、もっと早くに稼げる自分になってたかもしれないって考えると、違うところを遠回りした分、二重払いすることになってるって言ってたんですよね。で、これは、じゃあなぜそういう話になってるかっていうと、その方が回り道をしようが、他のところに行こうが、私を覚えていて、そしていつかは習いたいって思っている状態でもう一回出会ってるんですよね。他のところでお金を使っていても、もう一回私のところで契約をするっていう形になるので。じゃあこれはなんでこれが起こるのかっていうと、私が長く続けてるからです。はい。教室業って、教室業自体の普通にオープンして、普通に潰れる確率7割以上なんですよね。2年目以降残ってるのは8割、9割残ってる、9割だからそこからさらに、だから潰れる云々っていう確率ですよ。3年間きっちり残ってるのって10%以下って言われてますからね。だから3年以内にほぼ廃業なんですよ。まあ、教室業の廃業って簡単で、別にやらなくなったら廃業に近いじゃないですか。店舗ビジネスだとね、お店畳むとか、お客様に言うとか、重機の負債が残るとか、リース代が残るとか、いろいろあるけど、教室業って家でやってるケースが多いので、自宅教室業の場合は。そうすると、辞めますって言うと、辞めるっていうことで終われるという楽さはあるので、それもあって、開業率と廃業率がすごいことになってると思うんですけれどもね。で、その中でやっぱり7年とか10年残る先生は、残ってるだけすごいんですよ。で、さらに稼げて残ってるか残ってないか、もがきながらなんとか、首の皮一枚でつながってる状態で残ってるかどうかは別として、潤沢に稼ぎながら残れてる先生って数パーセントじゃないかな。
と思います。で、その方たちも自力でっていうのはほとんどないですね、今の時代。誰かについてることが多いです。もちろん私もずっと、その自分の羅針盤になる、基軸になるコンサルタントの先生いましたし、で、都度都度必要な学びはスポットでまた学びに行ったりとかしてるので、そのコンサルの先生に払い続ける、人が変わったとしてもですよ、払い続けてるダブルとかね、違うものを習う、ダブルでも習うのを起業してする前から合わせて13年間は途切れさせたことがないですね。なぜそうなのかって言ったら、時代の変化に合わせて自分も変わるし、私のクライアントさんを路頭に迷わせないための先の、知識を入れないといけないから、それが私のコンサルとしてのね、役割だと思っているからです。当然、当時なかったコンサルタント業をやりますっていう、先生からの転身でなる方も非常に増えてますけれども、まあ非常にいなくなってる確率もめちゃくちゃ高いですね。だから私が残っているから、私のところにその方たちいらっしゃるわけですよ。他の方が廃業したら習えないですからね。これ続けてるっていうことが信頼とイニシアチブ、要は集客状況になっているわけですよね。だから続けるって、まあ難しいといえば難しいんですけれども、それぐらいインパクトがあって、とてもとてもとても大事なことなんですよ。信頼の積み重ねって継続の姿以外何ものでもないんじゃないかなと思っていて、だってコンサルタントって名乗って1年とか2年で違う仕事やっちゃってる人なんて山ほどいますよ。特にディプロマを発行するような先生がコンサルタントっていう名前を名乗って教えるっていう形でね、やって。で、私はそもそもコンサルタントになりたくって自分の教室を作って、それからコンサルになってるタイプの人ですから、自分の、教室の延長で稼げるようになったから、じゃあ教えちゃえ、コンサルになっちゃえっていうタイプの方と、そもそもスタート地点が全然違うっていうのが大きいんですよね。コンサルになるべくして教室を作ったのか、教室をやっている延長にコンサルできるかもって言ってコンサルになったコンサルなのかっていうのは全然取り組みが違うんですよね。で、そもそも私は22年営業職をやっていたから、そういう制約のスキルとか、そういうのも全部含めた上で、総合でトータルで教えられるし、稼がせることができると思ったし、私は、あとは自分が営業部長だったから、指導する、教えるっていうスキルも、会社員時代に数十年以上、それを経験してるんですよね。その上でコンサルになってるので、ノリでやってるわけじゃないんですよ。だから、そういう意味では、継続で、続けて走り続けてるということですよね。だから本も出してますしね。教えてる内容とか、皆さんが困っていて知りたいであろう内容を体系的に伝えられるようにやってるわけですよ。だからこれも続けてるから、本をきっかけに出会う人とかが増えてきてるのは、毎年なんとか2冊出してるからですよね。本も1冊はね、出せるってよく言います。頑張って頑張って、企画書通すも結構大変らしいですけどね。1%レベル、5%レベルかな。2冊目まで行く人になると3%、3冊目になると1%レベルになるっていうふうに言われてますけどね。しかもさらにそこが二重版がかかるっていう状態が 0. 点何パーセントとかになっていくらしいですよ、著者のうちにね。だから覚悟を持って続けてるんですよ、私ね。なので、それは、そうやってぐるりと回って遠回りをした人が来てくれる、探してくれる、見つけてくれるにしても、信頼という意味では、やってない人とか、なんちゃってとか、ちょっとスポットでやってるっていう人よりは、
もちろんしっかりやってるから分かってくれる人は分かってくれるんです。だからこの内容っていうのをもっと理解できる目が自分にあれば、最初から先生を選べてたはずなのにっていうふうにね、おっしゃる方もいらっしゃるんだけど、そうなんですよ。その人のレベルがその人のレベルで選んでいくので、その時の状態の目が、そこは必要ないと思えば必要ないことになっちゃうので、そこの選び方が今の自分の目なら見えるようになってるっていうことなのかもしれないですね。でもそれは私が12年辞めずにずっといて、生き残って稼ぎ続け、クライアントさんに稼がせ続けてるから、コンサルという名前でそこにいることができてるんですよね。だから変な話ですね。私、その誰かに何かを習ったりとか、指示したりとかね、指示っていうのは、講師の師にことって書くんですけどね。指示するんだったら、その人のやっぱりね、経歴見ますね。やっぱりね、2、3年で、業種、業態がガラガラ変わってってるタイプの人は、やっぱり信じられないっていう感じですね。私が変わってるのは、それがあってのやるためにやったっていうことと、あといろんな資格持ってますけれども、それは同時並行で立ち上げながらやってる事業体なので、基軸になってるコンサル業って全然やめてないんですよね。だからそういう、なんかな、何年続けてるかとかっていうのも、私がお願いするんだったらやっぱり見る基準になりますね。あと本出してたら本とか読みますね。その人の思想が出てるから。で、そもそも本を出せる力量があるかないかって、結構コンサルとして信頼できるかできないかの結構大きな分かれ目になるんですよ。要は正しく人に伝えることができるかっていう力量になるので、伝える能力が弱いと、理解してもらいにくいと、成果がやっぱり出にくいんですよね。だから自分は成果を出すことができる人が、相手に成果を出させられるかどうかって、これ全く別物なんですよね。だからそれも習う人は見極めないといけないんですよね。だからまずね、続けてるっていうだけでもすごいね、財産だし信頼できるんですよ。で、私がいろんなね、続けてる方たくさんいるんですけれども、例えば、クラブハウスで、耳で聞くビジネスショーですねの、主催の下妻豊子さんって方いらっしゃるんですけど、彼女は、私のね、ビジネス書とかも読んでいただいたり、他のビジネス書作家さんのね、本とかを、月曜日から金曜日まで、毎日8時から10時 番組やってるんですよ、オクラハで。1年、ほとんど休みなく。もうね、私的には驚愕っていう感じ。驚愕で、かつ、もう尊敬っていう感じですね。こちらもね、いや本当にすごい。 いや、私はYouTube もね、11年ぐらい続けてるし、ブログも10年とか続けてるし、1個ね、きちんとやるって決めたのは長いんですよ、私の場合。写真とか23年続けてるし、長いんですけど、そのね、デイリーの1時間取られるとか、2時間取られるとか、いろんな旅とかにも行きたい、出張とかね、いろんなライブとかイベントとかあるから、決まった帯の時間取られるのって私ダメなんですよ。自由奪われる感じで。だから、そういう番組の持ち方は私はできないんだけれども、細く長く、10年ぐらいにわたって継続しているものがあるわけですよね。それだけでも多分皆さんには信じてもらえる内容だし、本とかも5年続けて書き続けてますしね。なんか一個ずつずっと続けてるんですよ。
だから、まあ、それね、下妻さんね。で、もう一人が、セールスプランナーの中峯圭一さんって、ビジネスパートナーの方なんで、一緒にお仕事とかもよくやるんですけれども、中峯圭一郎さんもね、朝ビジウォークとかですね、30分なんですけど、朝、やってるんですよ、ずっと。3年とかね。で、いや、本当にね、すごい。毎朝ですよ。6時半だったかな。ゲスト出るときは頑張って起きて出てます。朝ね。そうなんですよ。だってね、朝一番って声が出ないじゃないですか。だから、6時半のゲストだったら、6時に起きて声出してないと声が出ないんですよね。だから、結構早く起きる感じで頑張るんですけど、これもやっぱりね、月金べったり。すごい。あ、土日とかもやってんのか。なんかちょっと、あんまり私アーカイブしか聞いてないから、何曜日にしっかりやってんのかってリアルであんまり行かないんでよくわかんないんですけど、いやもうね、そういう方は、もうやってるっていうその実績とやってきたテーマだけでもうね、もうすごい尊敬されますよ。信頼されるし。これをじゃあ急に真似しようって言ったって、毎日積んでるやつを真似して追い越してなんてできないんですよ。で、その間にじっくり築かれた信頼関係って揺るぎないものに変化してるから、そこの中に割って入るなんて難しいんですよ。横取り的なこととかね。だから、続けるっていうことができない人が世の中には多いんです。だからこそ続けてほしいんです。私も続けてるし。やり方は別としてですよ。私は続けてるのは YouTube とブログです。それはもう起業当初からずっと変わってなくて、なぜならば YouTube とブログは一個一個の記事が全て入り口となって URL がつきますからね。探されるからっていう。そこが私の場合には自動集客を主にしているので、財産が勝手に探されるっていう状態がいいと思っています。あとは、だから本も頑張って売るようにしているのは、本屋さんが全国にあって、だいぶね、今、潰れてっちゃったりとかして心が痛いんですけれども、その本を手に取ったことによって私を知るっていうきっかけの入り口になってるので、なるだけたくさんの冊数出して、なるだけたくさんの人に届いておいてもらって、必要な時に私を思い出していただくっていうね。その流れができるっていうのは、やっぱりね、信頼っていうのを勝ち得るには、もうね、続ける。もう、ここだけでもライバルがボコボコいなくなります。パン教室の時もそうでしたね。続ける人はもちろん続けてるし、さっき言ったように廃業しちゃう方も多い。廃業する理由は集客できないから廃業します。まあ、モチベーションが当然続かなかったりとかね。教室って名乗ってる意味ないですからね、生徒さんが来なければ。だから廃業が多いんですよ。まあ言葉上廃業って言ってなくても内容的になんか廃業風になってるみたいなね、ところとかもあったりとかしますよね。で、それが単なる教室レベル。もうコンサル、なんちゃらかんちゃらコンサルタントって名乗った人、何人消えてったのを5年ぐらいで見てるか。あ、この人、コンサルになったんだ。へえ、いや、自分のことで必死っぽかったんだけど、コンサルで教えられるんだって思ったら、なんか1年後ぐらいにもういなくなってますもんね。そのコンサル業を手をつけちゃって、もともとの自分の、だから、じゃあ例えばパン教室ならパン教室、雑貨系なら雑貨系とか何でもいいんですけど、そっちにね、転身したとするじゃないですか。で、その元々の事業をやりながら転身ならまだ戻れるんですけど、割と全振りしちゃって、そして潰れていなくなるっていう人も結構たくさん見てますね。なんか知らないですけど、コンサル業って一見なんかアドバイスしてお金もらってるだけじゃんって軽く思ってる人とかいるかもしれないですけれども、そんなことないですからね。
私のコンサルタントも私もそうですけれども、学び続ける、インプットし続けるをアウトプットし続けるをクライアントさんに還元しないといけないから、勉強は欠かせないです。あちこちから情報収集とかもしてるし、はい、だからそこをせずして、なんかただ自分がやってきた集客の一部を伝えるだけで成り立っちゃってるって思ってる人が、まあ、あ、そうですかっていう感じです。それ以上だって勉強してないんですもん。自分がやってきたことを伝えるだけでクライアントさん全員ができるわけじゃないですよね。種別とか状況とか内容によってアドバイス全部変わるはずなので。ということは、それなりの人生経験であったりとか、やってる後もどんだけ勉強してるかっていう世界観、まあなんちゃってコンサルタント風な肩書きでやってる風な人とお話しすると、本読んでない人とかって一発で分かりますよ。知識と教養がなさすぎるから。やっぱり本読んでる人ってね、語彙力があるんですよね。語彙力がないから、ブログとか、まあ、インスタもそうなんですけど、文章がめちゃくちゃ稚拙で、まあいいですよ、ワイワイ仲良くやる分には全然構わないんですけども、自分はいいんですよ。クライアントさんを成功させるっていうためには、やっぱりそれなりの知見と深さがないとできないはずなんだけどなって思うんです。だから気軽に名乗ってもいいけど、相手の人のね、人生をお預かりするっていう責任感と決意と覚悟を持ってやってるっていうタイプの人が少ないのが悲しいよねって思ったりしています。私は私の認定コンサルタントのメンバーさんには自分の思想を伝えて、皆さんの思想がおかしいとこに行きそうな時に必ず軌道修正をしているので、うちのメンバーはそのあたりは大丈夫という感じではありますけどね。はい。だから話を戻すとですね、継続っていうだけでもめちゃくちゃ財産になる。これも無形財産、誰も追いつけないです。もしかしたらブログの数とか動画の数で私を追い抜こうと思って後からね頑張った人がそれよりすごいテーマを語ってやるっていうのはできるかもしれませんけど、時間的にね、多分厳しいはずなんですよ。なぜならば、YouTube のね、動画で言えば、まあ、この動画もそうなんですけれども、平均的に20分から30分喋ってるんですよ。という動画を、まあ、軽く外に見えてるだけで2000本以上あって、見えてない動画まで合わせると1万本超えてるんですよ。それだけの量を追いつけますかっていう形です。まず物理的。あとブログに関しても8000記事ぐらいあるんですよ。平均的に3000文字ぐらいです。これ、だいたい私の速度で書いても1時間半ですね。はい。手で書いた場合にですよ。それを追いつけますかという世界観なんですよ。多分追いつけない。時間が必要だから、物理的に。そうなってくると、もうね、圧倒的な量を継続している人にはどうやっても追いつかないんですよ。で、その人が勝ち得てる信頼関係っていうのは、その中身と努力の結果で信頼されてるんです。だからね、そこはね、追いつけないんです。もちろん私も私以上にやってる方には追いつけないから、まあ、個性で勝負するしかないんですけどね、その人とその内容で比べられちゃうってことになるんで。だから皆さんに分かっててほしいのは、続けるっていうことは大変なだけに、続いてる人はめちゃくちゃ信頼されるっていう、このめちゃくちゃシンプルなことを今一度基本に立ち返って、点検して、自分は何で信頼してもらえるだろうっていうのを今一度ね、考えてみてもらえるといいかなっていうふうに思ってます。はい、それでは今日のまとめです。続けるだけで信頼される無形財産を侮るなかれ。人は続けるということがとても苦手です。
そして逆にこの続けるをできる人っていうのはめちゃくちゃ信頼されます。あなたはどっちの人でいたいですか？ということを改めてお伝えしていきたいと思います。私はまだまだ地道にさらにポツポツとゆっくりでも動画もブログも続けていきます。はい、以上です。それでは。